同級生なんですけど、そんな別に普段練習ラウンドで一緒に回るとかもはないんですけど、別に仲悪いわけじゃないんですけどまあでもなんか逆に同級生だからこそなんかこうその距離感があったりとかもするんですけど、まあ今回こういう機会でチーム組めてすごい楽しみですね。まあ2人でもうバーディー狙いに行ってもう噛み合ってまあいい形になればいいなっていうふうに思ってますね。まあマッチプレーなんで、でまあ普段は1人だけですけど、まあ本当心強いチームがいるんで、まあそこは普段と違うようなこうなんかちょっと自分のレベルが上がったような感覚で明日は頑張ります。頼もしい。そうですねまあ本当2人とも勢いありますし、まあ本当にそういった部分では多分守ってても勝てない相手なんで、まあ本当にアグレッシブに2人で攻めていければチャンスはあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ4人でプレーする普段の感覚もあるんですけど、まあ1人は味方なんで、まあなんかこう普段と違うこう寄ってくれとか入ってくれっていう気持ちはまあ普段より1倍強くはなるとは思うんで、まあ実際そこはやってみないと僕らも初めてのこともありますしあれなんですけど、こうやってダブルスやってていつもはやっぱり一人でマネージメントしたりとか、自分で考えながら、まあキャディーさんと考えながらやるけど、まあその中でまあチームメートのマネージメントであったりとか、まあそういうまあ攻め方もあるんだなっていう、まあ新鮮な気持ちでまあ回れるのもまあ醍醐味の一つじゃないかなとは、ね、確かに。まあ多分全然多分普段どちらかというとこうね、そのさっきも亮も言ってたんですけど、こう本当一番安定してる選手なんで、まあそういった選手のマネージメントっていうのを僕もこう一緒に回りながらこういろいろ聞いたりとか相談したりっていうのはすごく楽しみですね。まあ、すごくグリーンの速さであったりとかラフの深さっていうのも変わってきてるので、まあなんかその毎年毎年すごく楽しい、なんだろう、また新鮮な気持ちといいますか、まあ毎年新しいコースとやってるような感覚なんで、まあ僕は面白いですね。川名自体のコースの作りとかそういうのもすごい好きですし、はい、すごい毎年楽しみにしてます。確かにその今年は本当例年に比べて多分ラフがすごい深かったですし、今日プロアマで回らせてもらってもなんで、本当にこう今までにないこう難しさであったりとかいうところはあるのかなっていうふうに思いますけど、4回目なんで本当そういった部分でもこうグリーンの形状であったりとか目っていうのはこう忘れてるようでやっぱ覚えてる部分ももちろんあるので、まあそういうのは活かしながら戦えたらなっていうふうに思います。まあでも多分人一倍それだけまあ決勝行ってるんでラウンド数はしてるんでまあそこの経験は活かしながら、まあ逆にこうちょっとラインでわからないとこがもしあればちょっとアドバイスできたらなって、おこがましいかもしれないですけどとは思ってます。はい、本当に亮はすごいプレイヤーといいますか、もうみんな知ってますけどやっぱすごいですし、まあ、その中で、まあ、勝ったことはすごい嬉しいですしね、多分亮自体が僕と相性が良くないんだと思います。確かにね、だから選んだじゃないですか、なんかこうね、こう強いっていうイメージがすごいあると思う、はいはい、僕はただただ多分本当に喋っとってくるよみたいな無駄目か、はい、なんかやっててくれるやろみたいな感じで多分選ばれたと思うんですけど、まあでも本当すごいそういう部分には心強いですよ、はい